じゃのう。なかなかの活躍ぶりでその名もとどろいておるぞ。さて、休活を除したいところじゃが。その必要はない。我らと出会った後、ベテルにダクダクと従い、生きているだけの様子。お前が目をかけるほどのものとも思え、さっきの悪魔のように葬ってやる。聞いての通りじゃ。わらわが見込むそなたの腕、見せてくれるか。
射する。嘘ではなかったか。それほどの腕を持ちながらベテルに従うとは、何を考えて行動している。貴様とて悪魔が人間に害をなす様を見たである。そして人間が悪魔にそそのかされる様を見たはずだ。その者たちは幸せになったか、それとも不幸だったか。悪魔の存在は人間を不幸にする。貴様はどうか知らんが、少なくとも俺は不幸しか見ていない。そうだ、ラフムと関わったばかりに彼女たち二人の命が失われたのだ。どうした。わらわは見ておったぞ。その少年がラフムにたぶらかされた娘を助けられなかったことをな。そればかりか、
一緒に来た娘さえ守れずに死なせてしまったのだったな。そうか、貴様も悪魔によって親しき者を亡くしたか。悪魔は人の弱さをつく。この世界に不必要な存在なのだ。また会おうぞ。悪魔はこの世界に不要な存在か。だとしたら私も不要な存在なのだろうか。我々はラフムと関わったがために失われた二つの命を目の当たりにした。私と関わったことで少年、君が戦いに巻き込まれてしまったのは事実だ。私は君にとって良い存在なのだろうか。本当、そうか、そう感じてもらえているなら幸いだ。これからも君を守るために力を尽くすと誓おう。